はい。今日は500人割のね、動画を撮りたいと思います。でね、今日は質問コーナーとお知らせがね、あるので、とケーキのお祝いがあるので、500人のお祝いがあるので、そのね、3つをやっていきたいと思います。はい、ということでね、早速ね、まずケーキの紹介からやっていきたいと思います。まずこのちっちゃいやつは、400人祝いの時にお話ししたことがあるんですけど、500人行った時は、一応ね、今の目標がね、1000人なので、500人って1000人が半分じゃないですか。なのでね、本当はロールケーキを買いたいって話をしたんですけど、ちょっとロールケーキがなくて、それっぽいやつをね、買ってきました。それっぽいやつです。ね、1000人行った時はね、ロールケーキをね、買ってお祝いをします。で、これは、めちゃくちゃ可愛くないですか？おさちゃんと猫ちゃんを買ってきました。ろうそくはここにね、あるやつをね、使います。ということでね、早速ケーキをやっていきます。ちょっと飛んでっちゃった。いいやいいや、もう一回やろう。
違うの。こう。こう。こう。そしてこうか。よし。カーラに向けてやってみるか。みんな、気をつけてね。せーの。ちょっと怖いんだけど、これ。あ、でも、なんか、あんまやっちゃいけない感じだったな、これ。よし、ちょっと、掃除しよう。ということでね、まず、どうしよう、お知らせから、やろうかな。はい、じゃあまずね、お知らせから言って、質問コーナーはね、不登校のこととか、私のこととか、面白いね、質問もあったので、いろいろな答えでいきたいと思います。じゃあね、まず、お知らせです。お知らせは、ドゥルル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 まあ、声があったのと、あと、名前のね、隣につけてくれたりすると、認知っていうんですかね。覚えやすいとか、認知がしやすいっていうのがあります。なので、ぜひね、つけてくれると嬉しいです。ということでね、ファンマのね、紹介なんですけど、ファンマはね、じゃん！トム、ここら辺にあるかな？画面のね、下辺にあると思うんですけどね。はい、これです。ウサギと、青いダイヤです。これね、理由としては、まあ、でもね、ウサギがね、好きなんですよ。で、よくね、概要欄とかにも、ウサちゃんがいたりとか、あと、動画の終わり、またねーっていうところがあるんですけど、そこにもウサちゃんがいるんですね。って感じで、結構好きなのでね、ウサちゃんにしました。で、じゃあ、青いダイヤは何なのって話なんですけど、青いダイヤは、個人的になんか、かっこいいなって、思ったから、つけました。ということでね、お知らせでした。ということでね、ぜひ、つけてください。お願いしまーす。はい。ということでね、早速、質問コーナーをやっていきたいと思います。質問結構いただいてですね、何問かはちょっと数えてないんですけど、結構もらいました。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ということでね、じゃあね、やっていきたいと思います。まず、1問目。趣味や特技はありますか？逆に苦手なことはありますか？はい。これね、多分特技の方になるんですけども、鉄棒です。で、不登校になる前は、ある程度多分運動神経は悪い方ではなかったんですね。結構体育系は結構張り切ってやっていた方なんですよ。好きだったんで。で、その中でも鉄棒がね、結構周りにもすごいって言われてましたね。なので、鉄棒はね、特技かなって思います。逆に苦手なこと。苦手な食べ物とかはあるんですけど、苦手なこと。あ、早く起きることとか、そういう感じ？あ、勉強苦手ですね。あと、早く起きることも苦手です。あと、時間通りに支度するのがね、意外と苦手です。苦手なこと、そうですね、3個ぐらいかな、です。次、2問目。いつも休んでるとき何して過ごしていますか？はい。こちらですね。こちらは、まあ、編集がね、あるので、編集をしたり、最近病院にいたんですけど、病院の先生から、勉強をした方がいいっていう、言われましてですね。勉強は、そろそろやらなきゃなって思っております。あ、それは、まだやってないですけど、やる予定です。でね、あと、編集が基本、多いんですけど、編集か、ゲームをしてます。はい。あとは、絵を描いたり
してますね。そんな感じです。はい、ちなみに不登校のこと親に怒られたりしませんか？これはですね、怒られなかったです。まあ、それぞれお家の家庭環境があるので、不登校に対しての理解がない親御さんとかだったら怒られちゃったりすると思うんですけど、私は運がいいことっていうか、そうですね、運が良かったんだと思います。自慢とかではないんですけど、理解をしてくれるパパとママなので、不登校になって、不登校のことではマジで怒られたことがないです。そうですね、あと外に出させようとしてくれる、なんか不登校になるとお家に引きこもりがちなんで、出させようとしてくれたりとか。そうですね、で勉強も無理にやれとは全く言わないです。ただできるときはやった方がいいよねっていう話をしています。はい、という感じでね、怒られたことはないです。次、4問目いきます。マナちゃんについてもっと知りたいです。お名前とか。はい、こちらね、ハムちゃんのお話でね、動画をね、出したことがあるんですけど、ハムちゃんの癒し動画っていうのが出したんですけど、そこでね、いつ出会ったのかとか、どういう出会いだったのかとか、いろいろあれなんで、もしぜひね、見てみてください。概要欄にね、貼っておきます。でね、まずお名前、はね、ハム吉です。ハム吉にした理由は、特にないんですけど、ハム吉にね、なんかその時はしたかったので、ハム吉にしてみました。はい、次、5問目いきます。5問目。文房具でエムちゃんのおすすめありますか？おすすめね。当時は、無印でね、買ってました。まあ、無印のやつは基本使いやすいですよね。0.3 は、私はね、0.3 を結構使うんですけど、おすすめです。これがね、学校に持ってちゃうときの筆箱なんですけど、あ、これだ。これです。これ。まあね、0.3 の、無印のね、シャーペンです。で、HB をね、使ってました。ぐらいかな。で、多分、これは、どこで買ったのか、買ってきてもらったので、わからないんですけど、2色に、ね、なってて、使いやすいやつです。これ、基本、もう今はね、文房具欲みたいなのが、なくなったので、なんか、シャーペン、ボールペンとシャーペンがついてるやつ、1本でいいでって感じなんですけども。まあ、強いて言うなら、0.3 の無印のシャーペンですね。これ、確かちょっと高かった気がします。はい。感じです。次、5問目。推しは誰ですか？はい。これね、400人の時にもね、来たんですけど、推しはね、いません。ただ、ゲームでね、マジ全く同じ回答なんだけど、ゲームで、プロセカっていうゲーム、音ゲーがあるんですけど、それのね、トーヤくんって子がいるんですけど、その子はゲームの中だと好きかなって感じです。次、6問目かな？ 6 問目。YouTube を始めたきっかけを教えてください。きっかけ、YouTube を始めたきっかけ。まずは、当時何も、マジで何もしてなくて、YouTube やる前は。してなかったので、やってみたらって言われたんで、軽いノリで始めたのと、始めて、じゃあ、よし、やってみようって思った時に、なんか同じ不登校の子たち、例えば M の動画を見て、なんか、あ、見てて楽しいなって思ってくれるような動画を作れたらいいなって思って YouTube をね、始めましたね。まあ今は癒しですとか、なんか動画を投稿しただけ
る動画とかありがとうございますとか、誰かのためになってるのかなってなんか思ってて、なってなかったら恥ずかしいんですけど、なってたらいいなみたいな感じそうですね、ただ見てるみんなが楽しく見えるような動画をね作りたいなとはずっと思ってます感じですね。大丈夫かなこれ。次、今何問目だ。次8問目か。8問目いきます。究極の質問、家族を助ける VS 大大大親友を助けるうわーこれどうしよう、どっち助ければいいんだろう。いやでもな、いやどっちだろう。これじゃあ皆さんどっち助けますか皆さんどっち助けるか教えてください。ちなみに M は2人を助けて私が死にます。多分これ本当ずるいあれですよね、回答ですよね。どっちだろう、皆さんどっち助けますか後で教えてください。次9問目かな。9問目、おすすめのアプリ、おすすめのアプリ、おすすめのアプリはですね、私はね、猫集めとプロシカとパズドラをね、やってます。なんでこの3個ぐらいしか逆にゲームやらないので、強いて言うならこれがおすすめですかねって感じで、このね、3つのゲームかな感じでね、はい、ここでね、質問がおしまいです。約9個のね、質問に答えました。皆さんどうでしたか。ということでね、今日はお役人のお祝いでうさぎとのこちゃんのやつをつけたのケーキと、お知らせね、ハンマと質問コーナーをねやってみました。あとクラッカーと、クラッカーもねやってみました。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。では次の動画で会いましょう。またねー。